皆さんこんにちは、こじこじです。今回はこちらメガドライブコントローラーをパソコンで使うための USB 変換を作成したので、作成手順等を紹介していきたいと思います。今回も前回ね、ドリームキャストコントローラーをパソコンで使うためのね、USB 変換を作成するときに参考にしたラファエルさんのサイトを参考に作成しました。説明文のところにね、ラファエルさんの公式サイトの方をリンク貼っておきますので、参考にしたい方はぜひね、見てください。それでは作成手順の方を紹介していきます。今回はアルデュイノの機能の一つ、アルデュイノ ASP を使用します。フレットボードに AVR マイコンを実装し、アルデュイノと接続した後、ファイルを書き込みます。今回は AVR デューデを使用して、ファイルの書き込みを行います。書き込みを行う前に読み込みを行い、正しく接続できているか確認を行います。続いてファイルの書き込みを行います。ファイルの書き込みが終わりましたら、ヒューズの書き換えを行います。最後にヒューズの読み込みを行い、正しくヒューズが書き換わっていれば成功です。今回使用する部品はこのような感じになっています。こちらが実際にアセンブリしたものになります。部品点数等少ないのでね、電子工作初心者の人でも作りやすいんじゃないかと思います。こちらがメガドライブコントローラーを挿す D サブ9ピンのオスですね。で、こちらがね、はい、AVR マイコンになります。今回、ゼナーダイオードの代わりに普通のね、発光ダイオード LED を使っています。で、こちら USB ケーブルになっています。ではね、実際にこちら使ってみたいと思います。このように、実際接続してみました。パソコン上のデバイスの認識としましては、こちら、SNES あたり USB とね、認識されていると思います。こちら、右クリックでゲームコントローラーの設定、プロパティから、はい、コントローラーのね、テストをしたいと思います。はい。では、ちょっとテストします。右、左、下、上。右、左、下、上。ちゃんと認識してますね。A, B, C, X, Y, Z。A, B, C, X, Y, Z。スタートとモード。ちゃんとね、すべてのボタン、認識しますね。これで、メガドライブのコントローラーをパソコンでね、使うことができます。ということで、今回はメガドライブコントローラーをパソコンで使うための USB 変換をね、作成したので、作成手順等を紹介してきました。最近ね、Steam さんの方でセガ公式のね、メガドライブエミュレーターが発売されたということもあって、メガドライブのね、コントローラーをパソコンで使いたい人、結構いるんじゃないかなと思います。僕もね、そのね、ニュースを知ってね、メガドライブの変換コントローラー作りたいと思ってね、今回作ったんですけども、実際ね、こう、昔ながらのメガドライブのコントローラーがパソコンで使えるとね、本当に感動ものです。これでね、パソコンでメガドライブのゲームできたらね、かなり感動するんじゃないかと思います。メガドライブのゲームというとね、僕の中では、シャイニングフォースとかね、ソニックとか、はい。ぷよぷよもね、その当時やった記憶があります。かなりね、思い出がね、あるので、できたらね、Steam だからね、メガドライブ公式エミュレーター買ってね、プレイしたいな、なんて思っています。ということで、今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。